になっておりますけどね。まあ、今日ですね、何をやっていくかというとですね、まあ、一応読むのは雑談という形になってますけど、緊急会議でございますね。何を会議するんやとか、いうことですね。まあ、タイトルにある通りでございます。今度ですね、水間鉄道と千文字さんがですね、イベントをやりますよということです。これは7月の17日、来たる7月の17日土曜日ということでございまして、まあ、結構、日が迫っているわけでございますね。で、今ちょっと、それで資料を作ったやつを出してありますけどね。まあ、それで、これにですね、一応私も参加をしたいなと、思っているわけでございます。ただね、すいません、ちょっとお仕事の都合がどうなるかが、まだね、ちょっと確定ができてないもので、もしかしたらね、ちょっと仕事になってしまうかもしれないんで、まあ、その時はね、ちょっとごめんなさいなんですけど、今のところ、行く予定で、予定の方を立てております。せっかくなんでね、私なりにね、ちょっと下調べというかね、まあ、今回はね、まあ、イベントということもありますんで、ある程度ね、下調べ、しておこうかなと。いうことで、それをですね、まあ、せっかくなんでね、情報提供といいますかね、まあ、みんなでね、特に、三重県の方からね、参加する方で、となるとね、まあ、ちょっと水間鉄道さん、行ったりするのにですね、いろいろとある程度、調べてね、行ったことがある方でしたらね、ある程度わかると思いますけど、行ったことで今回のね、そのイベントで初めて参加するよ。まあ、私も今回のイベントで初めてお伺いをさせてもらうんで、ちょっとわからないことが多かったんで、一応ね、ある程度ね、調べておこうかなと思った次第でございます。あとはですね、鉄道関係の詳しい方、いわゆるてっちゃんとかね、鉄オタとかって、呼ばれる方でしたらね、まあね、こういった場合にね、どこら辺はね、見どころとしての押さえといたらいいのかとかっていうのが、あると思うんですけど、まあいかんせんね、私ね、こんな鉄道オタクかと言われたらね、まあそういうね、詳しいわけでもないので、まあいわゆる非鉄というのになってくるということでございますので、まあ三重県民ね、非鉄の三重県民がこのイベントをね、攻略する方法をね、私なりにね、まあちょっとね、考えながらね、ちょっと攻略会議をやっていこうと思う次第でございます。で、いうことで、このようなタイトル付けさせていただきました。でね、まあ、早速ね、もう一人なんで、このままね、進めさせていただきますけど、まあ、長い期間はやりませんのでね、まずね、今回のイベントのポイントを再開しておこうと思います。今回のイベントは、何が大きいかというと、この3つなんですよね。当日、これはですね、7月の17日の、ですね、土曜日ですね、に、10時から17時の間、この時間帯に運行される列車が全て無料開放されます。これ地元の方も、このイベントで来られる方 も関係なく、もうこの時間帯は一切、運賃いりませんよということになっているよということなんですね。すごいなということです。で、もうこれが一番のポイントで、で、二つ目が、特急水間及び特急西園寺という、特急ですね、が、特別運行されます。これは普段走っている列車ではありません。基本的に水間鉄道というのはローカル線らしく、各駅停車でね、すべての列車が、こう、水間観音さんと、あっちですね、貝塚。駅の間をこう、ね、各駅停車でずっと鈍行で止まっていく運転なんですけど、この日だけは、この特急列車が運行されますということですね。で、これもちょっと、攻略の仕方がちょっと、ありますので、これはちょっと資料を見ながらね、やっていこうと思います。で、3番目が車両基地が開放されますよということで、ここでね、運転台とか車掌体験もできるそうです。これね、普段ですと結構有料とかね、まあ、結構大きいイベントとかでね、ないとできませんよねっていうことで、まあまあ幸いね、四日市だと周浜に近鉄の大きい工場があって、あそこがね、開放されるときにこれ、こんなようなね、ことがあったりすることもあるんで、まあまあ四日市はね、そういう意味ではやっぱ鉄道ね、恵まれてる、ところではあるんですけど、まあなかなかできるね、経験ではないですからね、これはね、大事なんじゃないかな。ただちょっとこっちの方まで私が顔を出せるかどうかはなんですけど、事前にね、じゃあどういうところでね、どの辺りでやるのかとか、じゃあこの特急西園寺号とか特急水間号乗るのには、どういう
とは、注意点が、いるのかなとかっていうのを、まあ、ちょっとまとめてみました。まとめたっていうか、ここからはちょっと資料を見ながらですね、ちょっと解説の方をしていけたらなと思っております。で、以上、まず公式のプレスリリースを見てみましょう。これがですね、水俣鉄道様から出てるプレスリリース。そのまま原文をですね、ちょっと、引用させていただいております。で、こんな感じですね。イベントの情報が。山陽寺鉄道が期間決定で開業します。あの鉄道の、あの有名な鉄道系 YouTuber、山陽寺と水俣鉄道がコラボということですね。山陽寺が、水俣鉄道の一日社長になり、水俣鉄道が一日限定で山陽寺鉄道になりますということで、もうかなり大掛かりにね、ガツッと組んだイベントやなということですね。これはすごいですよね。一日もうまるっと山陽寺さんが貸し切っちゃうよということでございますね。まあ乗っ取るですよ、まあ、もう乗っ取っちゃうぞということでございます。そしてそこで、行われるイベント、これはね本当にね聞いたことないですよね。まあ先ほどもお話ししました通りで、これですね、開催日時が、まあ、続けばね7月の17日ですよって言ってますけど、大事なのは10時から17時の間がこのイベントの対象ですよということです。ですので、この日1日、料金、ね、あの運賃無料開放ですよってなってますけど、これはこのイベントの時間中ですね、10時前に発車する列車とか、17時以降の電車に関しては、これは通常通りの運賃がいりますね。ここだけお間違いのないように、お気をつけくださいということらしいです。で、場所はですね、もう水間鉄道の前線、および、水間鉄道には車両基地があって、その車両基地も、そのイベントの対象になってますよと、いうことでございます。で、まあ、書いてありますけど、その10時から17時しか、運転がないのかっていったら、そうじゃなくて、開催時間外にも営業列車の運用ありますからねと、そこまでお話しください。その他に、これは運賃はいりますよということですね。ここだけちょっとお間違いのないようにお願いしますってことみたいです。で、イベントの内容は、まあ、先ほどちらと言いましたよね、全線無料になりますよと。これが、まあ、一番の見どころで、これはもう、貝塚駅から水間観音の全ての駅間が、対象になりますよということですね。多分、これがお目当てになる人が多いんじゃないかなということで、ここは押さえておきましょう。臨時列車、特急山陽寺及び特急水間が走りますということで、内容は山陽寺記念ラッピングを施した車両に、山陽寺が社長として乗務しますということなんですが、これちょっと一つだけ気をつけておかないといけないのは、特急水間と特急山陽寺が走るんですが、山陽寺さんが乗るのは、社長として乗務するのは、特急山陽寺の方ということです。で、特急水間の方は、西園寺さんは乗られなくて、代わりに、限定のですね、車内でしか聞けない、あの、場内放送みたいな、アナウンスみたいなのが、聞けるそうです。ですから、イメージとしては、これで分かりやすいかな、水木奈々さんの、ライブがあるときに、西武ドーム、ね、あー、今のメットライフドームね、で、ライブがあるときには、西武鉄道で、あの、特別、貸し切り列車が運行されて、そのときに、その、スマギャンがね、そこ限定のスマギャンが流れるよっていうような、あの、イベントね、そういうやサービスをやってとかあったんですが、まあ、そういうような感じのイメージになるのが特急水間らしいです。で、対して特急西園寺の方は、まあ、西園寺さんがご本人がなんと乗られるよってことなんで、ご本人さんをね、あの、お見かけすることができるぞということらしいですね。ですので、西園寺さん、やっぱ直接で、その成長する姿を見たいなという方も多いかと思うので、まあ、この辺りが飛んでくるかなということなんですけど、大事なのは、特急水間に関しては、これは先着順で乗れるんで、まあ、早いもがちで行ったら乗れるよってことなんですけど、やはり、特急山陽寺さんに関しては、これはやはり相当人気が出るだろうということで、整理券が必要になります。で、この整理券の配布方法が、ちょっと独特なので、これちょっとしっかりと押さえておいた方がいいかなと思います。で、配布方法は、まあ、グッズを購入したら先着で、その購入した方から先着で、整理券をお渡ししますよということなんですけど、おそらくね、そこまで量が多くないと思うんですよ。というのは、入場数が確か、
水俣さん2両編成の、列車しかないはずなんですよね。そうしますとね、どうしてもキャパシティが限界がありまして、で今この個性なので、そんなぎゅうぎゅう詰めにできるほどするほどね、乗せることにはいかないということで、ここのところが大事になってきます。で、いうことでグッズを購入しないといけないんですが、ここでミスになってくるのが整理券の配布時間です。西園寺2号は10時から12時50分で、13時に、西園寺2号が発車をして、その後、西園寺4号の受付は13時から16時50分までですよという形になるぞということでございます。で、整理券の配布場所は水間観音駅の隣接のグッズ売り場ですね。もう多分駅のすぐ、構内か、もうほんとまとなりに、そういう売り場ができるみたいです。まあちょっと地図で見てみましたけど、まあできるスペースはね、いろいろとありますんで、まあどっかかしらでやるんだろうなと、いう予定ですね。なるほどなるほど。いや、これね、ちょっと今日、ここでですね、肝になってくるのが、このね、西園寺2号の受付10時からなんですよ。で、これが水間観音駅っていうのがね、一つ、ミソになってきます。どういうことかっていうと、こういうことなんです。臨時列車の時刻表が、発表されました。で、これによると、特急水間1号が、快速から水間観音に向かっていく列車です。で、おそらく折り返しなんでしょうかね。水間観音から次13時に水間観音出て、で、貝塚駅に、戻ってきますよと、いうことなんですね。これが13時13分で、その後また貝塚から水間観音まで13時32分ですから、まあ、20分ほどでね、また折り返して水間観音に行って、で、また、ここでね、今度17時、ちょっとここは時間が空きますけど、3時間ほど空きますけど、そうすると、また最後に西園寺4号ね、水間観音から貝塚駅の、列車に乗れますよと、いう形になってるんですね。で、ここでミソになってくるって言ったのは、一番最初の列車は貝塚駅からです。これはね、まあ、セオリー通りはセオリー通りなんです。これ、三つ間鉄道の、よしよしよし、構造ね、見てもらうと一番早いかなと思うんですが、どこで見えるかな。今ね、ちょっと、行き方もね、考えるのに、ちょっと地図を出してたんですけど、1で言うと、ちょっとナビタイプの地図になってますけどね、この辺りになります。これ、大阪の中心部がね、この辺りですよ、という辺りになっておって、この矢印のね、ところ、まあ、これはナンバーですよ。近鉄のナンバー駅、および南海のナンバー駅が、この、今矢印ポイント合わせてある辺りね。で、ここからずーっと南下してたところ、結構南、ここが関西空港なんで、関西空港のちょっと手前、ですから、泉佐野と岸和田の間なんですね、にあるのが、この貝塚駅。で、その貝塚駅っていうのは、この南海本線ですね。南海本線の貝塚駅から、そのまんま隣接しておって、乗ることができます。だから基本的にやはり、まあ、今回のイベントでした電車で移動することがメインになると思いますので、そうしますと、まあ、基本的にはこの貝塚駅から乗ってくる方が多いんじゃないかなということですね。 JR の方だとちょっとアクセスがですね、距離がありまして、日立貝塚か泉橋本になるんですけど、ちょっとこっからこの小野田っていう読みが正しいんですけど、の辺りに行こうと思うとちょっと大変ですよね。歩いていくにはちょっと、しんどい、まあまあな距離がありますよということみたいなんですね。うん、でそうするとおそらく南海1本になるんじゃないかなと思うんです。で、そうすると、貝塚駅からですね、スタートするので、そうすると今回のこの、筋もね、ダイヤの筋も、なるほどなと、まずはじゃあ貝塚に来て、イベント10時から始まって、で、まあ、先着順でね、はい、乗って、で、貝塚から、水間観音に行って、12、20分に着いたら、そこでね、さっきの、イベントグッズを買って、
次の3412号に、備えてもらって、でそうすると今度2時間40分ありますから、それでまあ観音様なりね、ちょっと近隣の観光を楽しんだりとか、まあ、あとはですね、この目玉観音駅のに飛行基地が隣接されてるんで、ここでいろんな、その体験ができますよという体験をして、で、まあ、3412号ですね、乗って、これで、ね、貝塚に戻り、まあ、この貝塚駅はですからすぐですよね。そのまままた折り返して、貝塚駅から水間観音行って、で、またここで3時間、今日ね、時間が取ってありますんで、まあ、ここでですね、まあ、いろいろとまた、この城内とかね、見てもらって、水間観音からまた3412号に乗ってもらったら、もう満喫できますと。いうですね、もうさすがね、大阪ですよね、もう余すことなくもうサービス精神、いやさすがですよということでございます。で、いうようなところでなってまして、でこっからはただ、逆転の発想をしてみまして、ってことは多分これ10時20分から水間観音が来るんやろうなという予想をつくわけでございますよね。で、どれくらい人が来るのかなんですけど、やっぱりこれ、ちょっと、最近なかなか鉄道系のイベントがなかった中で、このね、有名な西園寺さん、もう西では、もうね、東のスーツ、西の西園寺と呼んでもいいんじゃないでしょうか。ね、スーツさん もね、有名ですけど、もうね、今、西日本では、もう、間違いなくトップ、祭りをねと、言っていいんじゃないかなっていう、10万人超えましたからね、銀の盾ですからね、ねえ、あとだって銀の盾っていうと、ガミさんとかね、あとはガミさんも東強いですけどね、に、あとは、ナズさんだ、ナズさんもね、10万人超えてましたけどね、なんてね、偉そうな口調で言ってます、このチャンネルは160人ですけどね、というのはね、置いておいて、まあ、ですから、ここで言ったところで、どうせ、するわけないですから、これをたまたま聞いた人はラッキーですよ。ここまで聞いた人ラッキーですよ。そこで思いついたわけでございます。これ水間、特急水間全部乗りたいっていう人はやはりこれ貝塚駅に少し早めに行っておいて、何分からその、乗車が可能になるかがちょっと分かりかねますけど、まあまあまあ9時半ぐらいには行っておいて、それでも乗れるのかなどうかなっていうところが何とも難しいところですけど、逆に言うとメインを3、4、2号に絞っていった場合、こういうバランスができるんですよ。水間観音10時20分着ですよね。グッズの販売は10時からなんですよ。つまりあえて貝塚10時7分この水間1号には乗らずに前乗りというか、先に行くとですね、10時に水間観音に着くように、ぐらいで、10時までにもう水間観音に着いておけば、水間観音で、多分、3、4、2号のやつが、買いやすいんちゃうかなと。の、先着のね、その整理券がもらいやすいですし、グッズの中、売り切りやすいグッズとかも多分出てくると思うんです。ちょっとまだグッズの詳細がちょっと、すいません。データが見れてないので、ちょっと調べたんですけど、出てなかったんで、これはまだちょっとおいおいにはなってきますけど、多分、グッズも選び放題、先着券、余裕で取れる。ですから、あえて、10時までに三間観音行っとくっていうプラン、考えようかなと思ってます。で、いうことです。で、もう一つね、そうね、そういうのもいいんちゃうかなと思ってるわけでございます。うん、もしかしたら、西園寺さんは、早めに水間観音の方入ってるかもしれませんが、ね、水間1号には乗りませんよという、ね、事前アナウンスですんで、じゃあ、そういうような感じもありますんで、まあ、絶対ね、もう10時20分回ったらもう多分、ごった返すと思いますんで、そのあたりもね、まあまあ、あね、どれくらい3密回復しながらとかっていうのもね、あると思いますけど、うん。まあ、そのあたりはね、まあ、しっかりと感染予防対策しながらね、当然、まあ、やればいいと思いますんで、私はね、ということでございます。あともう一つは、じゃあ、これでね、わっと混んで、あ、これ、最後に2号のね、やつ取れんかったなっていう場合には、
裏技、もう一つの裏技は、この最後の12号を見送って、見送って、右まか、次の34時4号は13時から発売なんで、この列車が出てった後でしたら、多分買いやすいだろうってことで、まあ、もうあえてそっちの方に、目処をつけるかね。そうすると、まあ、水間3号は基本的にはもう乗れませんよという形になってくるんですけど、まあ、ここのところどうするかですね。45分後どうするかっていうのが、多分この臨時列車の、攻略のポイントになってくるかなというところでございますね。で、あとは、まあなんならね、鉄道好きな方でなくても、多分この車両基地、見てたら結構いい時間ね、使えると思いますし、まあ私も車両基地はね、ちょっと見てみたいなと思ってますし、ただまあ混雑具合とかによって、まあうちのところはね、またこの水間観音は水間観音で、一企画考えておりますので、はい。ということで、まあ、その企画もちょっと紹介しながらね、この、鉄道車両基地とかも見ていこうかなと思います。どうしてもね、普通ね、鉄道系 YouTuber ならここぞとばかりこっちをメインで持っていくと思うんですけど、どう考えたって今回のイベント、私よりも鉄道の知識に詳しい YouTuber さんがゴロゴロと揃っていて、その人たちがこのあたりをしっかりと紹介してくれると思いますので、うちはもう重爆の隅をつっついてこえないかという作戦でございます。まあ、ただ、鉄道基地は個人的に行ってみてなってのがあるので、それは行きますけどね、というような感じで、ポンと立てておりますよということです。まあ、車両基地に関してはいろいろと書いてあります。まあ、この、水間鉄道さんの公式サイトというかね、Facebook の方にリンクが貼ってあったんで、一応ね、私の Facebook のアカウントからリンクシェアしておきましたのでね、ご存知の方はね、そっちから見てもらったらいいんじゃないかなと思います。っていうね、まあ、なかなか楽しそうなイベントですね。で、問題はじゃあこれ10時にね、開通が行くにはね、どうしたらいいのか、というのをね、考えてみたいと思います。で、今の地図に戻ります。で、計算してみました。まあ、ちょっと早めにね、見ておいて、9時、40分ぐらい着くにはどうしたらいいかなっていうので、これをまず鉄道で行った場合ですね。そうすると、予想だったのは、7時前、これですね、近鉄横浜駅を、基準に考えてます。近鉄はちょっと移動を前提で考えています。JR はちょっとすいません。今回一応前提から外しています。どうしても JR で行こうと思うと、一番早く行く方法は JR 使う方法であるんですけど、新幹線を使うやり方になるんで、7000円から8000円近くかかってくるということで、これはちょっと現実的じゃないかなということで、今回近鉄特急を使う方法で案内しています。そうすると、6時59分。に、出発する、大阪難波行きの特急、これに乗っていけばそのまんまノンストップで大阪難波に行って、で難波から、大阪難波からそのまんま南海の難波までね歩いて、そのまま南海は、これは空港急行ですね、空港急行の関西空港行きに、乗って9時14分発のやつに乗ると運賃570円で、はい、もうそのまんま、こっちの方に行って、そのまま貝塚駅で行きますよとなってるんで、これが一番、まあ、無難な行き方になってくるかなとは思います。で、ところがですね、まあ私の場合は今ね、何で考えてるかっていうと、ちょっとね、すみません、その後の予定もある兼ね合いで、私ちょっと車移動を予定しております。で、車の場合だと、10時前に着くにはどうしたらいいかというと、一応ね、7時過ぎに、この辺り、四日市の場合ね、7時過ぎに出て高速を使って、そのまま見えるところですね、東名阪、で、そこから、これ、四日市インターかな、四日市インターから乗った場合っていうケースになってますけど、で、そこから、新名神じゃなくて、名神国道の方ね、通っていきます。っていうのは、
位置がかなり南の方なんで、もう南国道とかってた方のは、いい感じで行けるかなという、やつになってるみたいですね。で、名阪国道まで来て、で、ここから西名阪道に乗って、ちょっとわかりにくいですけど、西名阪道の次が、阪和自動車道ね、乗って、阪和自動車道から、堺ジャンクションから今度、堺泉北道路でいいのかな、に乗って、ちょっといろいろとジャンクション山口ですけど、助松ジャンクションのところから、今度、阪神4号湾岸線、ここで、すいません、こっちに助松、の4号から乗って、行くと、駅の方まで行きましょうとなっております。で、まあ、これでね、行ったら行けるんですけど、これはこれで一つちょっと、気をつけとかないといけないことがあります。それはですね、駐車場ですね。車で行った場合、どうしても言うて、やっぱ大阪なんで、駐車場の確保がちょっと難しそうかなという感じがあります。で、一応ね、私が持ってるコインパーキングのデータを見てみると、この辺り、ですね、どこだ、間違った。貝塚の駅前にはいくつか、パーキングがございまして、馴染みのあるところだと、名鉄教授さんが、ありますね。ここで24時間まで500円なんで、まあそんなに高くはないです。で、他にも、パークネットさんっていうところが24時間600円。この近くにあるところだと、もう一つは、24時間500円、同じくパークネットさんとかが、まあ駅周辺、まあ歩いて行ける距離じゃないかなというところに、立ってますね。あとは、400円、ちょっと離れたところだと440円とかもありますけど、ただ、一つちょっとネックかなって思うのは、この周り、パークネットさんが10台、あ、でも、ちょっと離れたところだと66台のところがありますけど、この一番近くの名鉄教授さんのところはね、7台とかってなってるんで、これは多分相当取り合いになるんじゃないかなと、見ております。ですので、あえてね、車止めるならちょっと離れたところね、岸和田とかこっちの方に来たら、もう何十台も何百台も止めるところが、岸和田駅前だったらもう全然ありますね。もうパーキングの数が10台近くあるところが、34とか、40近くの、パーキングがありますよってことなんで、岸和田からに車止めて、そこから、行ったらってのもあるかもしれません。あとはね、ちょっと見とっておっと思ったのはね、間にね、タコ地蔵っていう駅があるんですけど、ここはね、安いな、最大料金ね、330円とかっていうのがあるんで、早めに行くんだったらここら辺止めとくっていうのも手ですね。一応ね、私は今のところの予定では金曜日の夜からもう走り出しちゃって、頭にね、もうついてしまって、どっかでちょっと、開活クラブがどっかで、岸和田あたりに開活クラブがあるらしいんで、まあそこら辺でちょっと軽く休んでから、早めにね、入っておこうかなっていうプランを考えております。まあどうなるか分かりませんけど、そもそも仕事の都合がどうなるか分かりませんので、っていうところではございますが、とりあえずね、貝塚駅前は早めに行くんだったらここ取っておくっていう手もあるかもしれませんけど、こういうところかな。あとはまあ南側、和歌山寄りの方で行けるなら鶴原のあたりが良さそうかな。この辺りに行くと結構駐車場の量も多くて、料金440円とかで止めてるみたいなんで、この辺りもありじゃないかなって踏んでますね。いかがだとでしたっけ、茨城でしたっけ、あの辺りに行くと、400円とかもありますね。で、この辺りやったら、今回のイベントで、ね、止める人も少ないですし、で、
外でこの南側って泉佐野の方によってくると、あ、泉佐野もいっぱいある。で、泉佐野の方が、もしかしたら飛びやすいかもしれません。というのは、この辺りって関空需要が多いところなんですけど、関空が今、もうね、この、ご時世でございますので、ガクンと需要が減ってるんで、この辺りが狙い目かもしれませんね。まあ、そうすればね、混雑も多分大阪寄りの方から、乗ってくる人が多いと思いますから、イベント。和歌山寄りの方から乗るっていうのは一つ手かもしれませんよ、ということとかもちょっと考えてますね。まあ、とりあえず私は車で行くのは多分車で行くので間違いないと思います。で、金曜日の夜から多分走り出してになると思いますね。で、もしくはですよ。もしくは、近隣でもう前乗りをしちゃうよっていうプランも立てれるわけですよね。まあ、ある程度、ね、金曜日の時間が余裕がある方でしたら、前乗りっていう手は十分考えられるわけですね。そうするとね、ポイントになってくるのが、さっきも言いました、泉佐野のあたりなんですよ。今ね、ブッキング .com とかで調べてみてたら、結構ホテルのね、料金がね、下がってますね。要は、あそこらホテルの量は多いんですよ。関西空港があるかねやで。で、泉佐野の岸和田あたり多いんですけど、今、相当空室が埋まらないみたいで、結構安い値段で、4000円、5000円とか、ゲストハウスは2、3000円とかでも、結構量がありますんで、今見てる段階、私が収録してる段階だと、部屋も空いてますよ、空室ありますよっていうところが、ぼちぼち、見えております。ですから、このあたりちょっと狙い目かなと思っております。で、私の場合、金曜日のね、前乗りはできないんですけど、ここね、見ていただいた方はもう、怖な方だと思うんで、まあ、予告で言っときますと、日曜日もちょっと、水間鉄道で、やっとこうかなと思いましたんで、一応ね、土曜日は、もう、この辺りでね、宿は確保したんですよ。安かったですよ。貝塚市でね、貝塚市の市内で4700円でね、泊まれるところがあったんで、まあ、ただね、ここはちょっと電車での移動はちょっとしんどいかもしれません。国道沿いだったかな、にあるところらしいんですけど、ですので、まあ、それもあって車で、まあ、車の方が翌日以降のね、動きが取りやすいっていうのがありますんでね、で、いうのがあって、車で行くんですけど、そうするとね、まあ、この辺りが便利そうかなという感じがしましたね。ですから、金曜日のうちに車で夜ね、もう貝塚の辺りに入るよっていう人も同じぐらいの値段でね、結構空きありましたんで、この辺りに狙っていくのがおすすめかなっていうのもあります。あとは、もしくは、いやと、何を言っとるんやってね、スターステルチャンネル、忘れたらあかん。宿、とずぐらいなら、紙が作るやろと。いうね、意見も、ございますでしょう。ということでね、調べてみましたよ。ちゃんと調べております。生活クラブの場合はね、どういうような感じになるのかって言いますと、このあたりね、岸和田と、泉佐野の方にもあるんだったかな。岸和田、泉佐野、そうですね。に、海賊クラブがあります。あと、泉大津とか、あっちの方に行っても、ありますね。泉市とか。で、ポイントとしては、泉佐野の方が、駅からは近い感じなんですかね。そうでもないかな。岸和田の方も、さして変わらんかな。岸和田は、何回かは離れてるかな、ちょっと離れてるかなっていう距離、まあどっちもね、ちょっと歩かないとはいけないかなっていう距離なんですけど、ただ料金がね、泉さんの方がかかった、かけと希望起こしの場合ね、泉佐野の店舗は料金がね、8時間ナイトパックが2455円。まあ、税込み2700円。これにプラス110円ですね。当日週末料金になるんで。
ただ金曜日の11時59分までに入っておけば大丈夫だったかな。プラス110円かからないかなというところです。まあ、2700円で8時間パック、行けんことはない。まあ、その代わり、それちょっと朝の9時とかに出ないといけませんから、イベントが10時からってことを考えると、ちょっと早すぎるかなというのもあります。そうすると、12時間かパックとかになってくると、5170円。4000ですね。ですから、その言っとったあのホテル泊まるのと、ね、あんま変わらず、ゲストハウスの方はだいぶ安いなという感じはなってますね。で、ただ、岸和田の方だと結構安くてね、こっちの方は安かったんですよ。岸和田も鍵付き防音個室があるんですよ。で、鍵付き防音個室の料金が、岸和田の方は、8時間パックで2337円ですか、2570円、になってますから、まあ、120円ぐらい安いですし、こっちだとね、12時間間パックが税別で3773円、4150円ってなってるんですよ。ですから、こっちだと12時間間パックでも4000、当日はプラス110円かかるから4260円ですから、やったらさっきの、4,000円、宿とか同じかね、探し方によっては こっちの方がちょっと安いかなっていうようなところになってくるみたいなんで、ここの狙い目は岸和田の方が狙い目かなと思ってます。岸和田はやはりただこれ駅が何回も沿線に縛られないのであれば、岸和田はもう1店舗あるんですよね。多分私はこっちの方とかを狙うことになるかなと思うんですけど、多分こういった方の方が安いかな。こっちは12時間パックで4150円ですから、そうですね。だいぶ安いかな。ナイトパックも2570円、同じか。っていうところですからね。まあ、この辺りとかが検討材料になるか。まあ、もしくは、やり方、要は一番リーズナブルに行く方法っていうのを考えると、もう金塚の駅前で泊まるのか、それか乗り換えのところなんですよね。ですから大阪方面から行く場合でしたら、南海難波駅、あの辺りで、要はこの辺り岸和田とかで降りてなると、そこで一回運賃切って、もう一回乗ってってなるんで、その分ちょっと料金がね、割高になっちゃうじゃないですか。まあ、そこら辺もね、きっちりたいよと。ね、そこら辺はね、きっちりせっていう場合には、これはね、やり方としては、多分難波のあたりかなで泊まるのが一番いいんじゃないかな。まあ、あのあたりでしたら、いろいろとありますからね。まあ、ただちょっと割高になるんで、多分こっちの方で宿探すんだったら、このあたりの郊外の方で安いところを探しておいた方が、途中で乗り降りする運賃分の元取れるんちゃうかなと私は踏んでますけどね。ちなみに難波のね、南海難波のあたりもちろん、いろんな店があるわけです。で、難波の快活クラブ、ちょっと同じ快活クラブでね、言うと御堂筋の、南快活クラブの場合でしたら、ナイトパックでも2570円、プラス120円、あんまりこうなんか、9時間パック12時間パックが4150円、あ、そんなに高くないな、ほうほうほう、とかね、でありますね。南海難波一番近いのはポパイなんだ。で、ポパイの場合は料金どこに書いてあるんだったっけな、あ、これだ。鍵付き完全個室で、ナイトパックはないのか、12時間パックで3982円、4380円、週末は4740円、やっぱ結構するな。でしたら多分、そうですね、あっちの方がいいかな、っていうところも考えられるかなと思います。で、こっちの方が多分あの部屋の競争率高いですしね、部屋も多いですけど需要も多いところなんで、まあ、この辺りがポイントになってくるかなと思います。
まあ、あと JR で移動される方の場合でしたら、天王寺よりも新今宮とかあっちの方の方がいいか、あの辺りなんですけど、意外と新今宮って確かね、あんまりね、ネカフェがないはずなんですよ。そう、あのね、大手のネカフェはゼロですね。うん、意外とないんでね、宿もね、意外とこの辺りってね、ちょっと探すのに苦労するかなっていう、イメージありますんで、あんま泊まりでこっちの方って買わないです、やっぱり私も。南部の方のがいいかなという気はしますね。っていうのが、まあ一応前乗りの場合でしたらですね。で、終電だと、どうなのかな。まあ一応こんなような、ぐらいですね。ちなみに高速料金は、先に取ったフルのやつね、東名阪から乗って、名阪国道でそのまま西名阪から阪和とか阪神高速乗った場合で、東京料金が3140円となっております。まあ、これで160キロぐらい走るんで、まあ、燃費とね、計算して、リッター20キロで計算して、とかってなってくると、まあ、片道、あとだろうな、うん、5000円ぐらいかな、っていうところらになってくるのかな、っていう感じがしますね。ちなみに、電車の場合ね、電車の場合は、4260円で、これね、朝の6時59分で、特急でした。これで9時43分着きますよって言ってましたけど、特急使いたくないよと、少しでも安く行きたいよという場合には、2620円で行く方法があります。この場合は、朝の6時3分の、旅客機の場合ね、朝の6時3分発の急行に乗って、そこから乗り換えを繰り返して行くと、9時43分に着きます。この場合でしたら2620円で、行くことができるので、一番安いですね。まあ、片道に1620円ですから、だいぶ安くはいきますよ、というような方法もあります。この場合ですと、もうほぼ、これが、で、自然発ですね。6時3分で、9時3分ということでございます。一応、始発の場合も見ておきましょうか。当日の始発の場合だと、4日市5時16分発。あ、これはね、新幹線使う場合だ。そうすると一応8時12分に着きますよってなってますし、一応6時27分から近鉄特急を使っていくと9時12分ぐらいに着くんで、もかなり余裕を持っていけるんじゃないかなと思います。まあ、このあたりかなと踏んでますね。まあ、言ってもちょっとね、そこはね、グダグダにはなりましたけど、一応こういうような感じでプランを立てます。まあ私も、なるべく、当日はね、なるべく仕事、ない方法でね、行けるようにね、今からね、いろいろお仕事調節はしておりますので、まあぜひね、もし、機会がございましたらね、まあね、皆さんね、最後にそこにはあと行くかもしれませんけど、もしね、あ、この動画見て、来ましたよなんてね、一声、かけてもらえたら、まあね、顔出ししてるんで、私も顔はね、全然、他の動画見てもらったら出てますので、それでね、うん、あれ、山城さんですか、動画見ましたよとかって言ってくれると、すっごいすっごい喜ぶと思いますので、ぜひよかったら、また見かけたら、当日ね、お声掛けいただければ、幸いでございます。ということでね、一応 YouTuber っぽいとも言って、まあ、こんな感じでね、とりあえず、まあ、皆さんもね、計画立てて、まあ、こういうのもまた楽しいですからね、やってもらったらいいんじゃないかな、という、とりあえず、1提案、1攻略、まあ、出してみましたと。ということで、まあ、今回はね、これぐらいで締めさせていただいて、まあ、私もまたちょっとここからね、車で何時ぐらいから出発できるかなとかね、いろいろとちょっと今計画をさせておるところですので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はですね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。